つまらんやつれ。つまらんやつれ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません親父、死んでください。
やっぱり強いっすね、親父は。もう少し早く親父に会えてたら人生変わってただろうな。河村、お前なんでこないなことを。親父、本当にすみません。よく頑張ったな、河村。これでお前の借金チャラにしてやるよ。いいぶち。バカとハサミは使いようなんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。すべてお前が裏で糸引いとったんか、飯淵。ええ、その通りです。お前何が目的や。この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。本当あまりにも非効率すぎますよ、この業界は。だからコンサル上がりの私がきっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。なんやと？各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する。いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。上松やったんもその理想のためや言うんか。ええ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして自分の所属する東上会を手中に収めようと考えました。寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。上松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。私はそうやって東上会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に？はい、東上会を近江に吸収合併してもらえば日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。義理人情なんてくだらないものに左右されない合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかしスムーズに東上会と近江を合併に持っていくためには何か大きなきっかけが必要だ。それが戦争ですよ。東上会の人間が近江の幹部を殺せばこれに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。悪いがあんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。
どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今しんどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマー。組員弾いといてただで済むと思っとったんなら、バカはお前の方やで。豚箱で臭い飯でも食って一から勉強し直してこいや。残念だったな、マジマ。全てはもう動き始めているんだよ。西と東の大戦争が起こり、東条界は消える。これから面白いことになる。最高のエンターテイメントだ。一足先に行って特等席を確保しておかねえとな。真島さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。イーブチの魂胆を見抜ききれなかった私の責任です。もともとある程度黒いもんを含んどるやつやとは思っていましたが、
数字を重視するあまり数字にならないものを軽視しすぎた。私のやり方が間違っていたのかもしれません。組の頭張る男は間違っても間違っとるなんて言うたらあかんで。え？東条会の五代目はお前なんや。お前が白と言えば白、黒と言えば黒、それがわしらの生きとる極道の世界や。どんなやり方をしようとお前が正しいと思うんならそれが正しい。ま、正しかろうが間違いやろうが、わしはお前のやり方は嫌いやけどな。なことより、わしが気になっとるのは近江の方や。近江？わしが今回ドンパチかましたんは紛れもなく近江連合の島や。それに飯淵の仕業とはいえ、うちの組員が近江の幹部をやったんは事実。連中が黙っとるわけないやろ。はい、実はすでに近江の方から説明の場を設けるよう求められております。近江と戦争になったら今のうちはおしまいや。せやから一つ提案があるに。提案？真島さん。この度は近江連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。申し訳ない？何のんきなこと言うとるんや。相変わらずぬるいの寺田藩は。こっちはあんたらの内輪もめのせいで三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。まあ待て、今日は喧嘩売るためにこの場を設けたわけやない。すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります。このままお咎めなしで穏便になんてことになったらうちの連中に示しがつかん。私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ結果的にうちの部下が起こしたこと、責任は親のわしにある。ほう、どう責任を取るおつもりですか。真島組解散でどうや。なんやと。真島組言うたら東条会で現状一番幅利かせとる組やないけ。そないな組を解散って勢いだけで何言うとるんや。わしが解散言うたら解散なんじゃボケ。真島組は解散、わしを含め組員は全員東条会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。それで納めてもらえんやろか。
の戦争勃発の大チャンスやったのに、あの真島とかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいならあの場で噛みつけばよかっただろう。あんだけ潔い姿勢見せられたら噛みつく方が野暮ってもいえ。まあいずれにせよ東条会とは近いうちに戦争することになるやろからな。その時までお楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回の飯淵ってやつもあんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉そっくりあんたに返させてもらうわ。ふん。真島五郎、大した男や。諸君、おはよう。おはようございます。声が小さい。挨拶ができへん人間は建設もできへんで。ほれやりなし。ええか、朝に。はい、おはようございます。なんややればできるやないか。なら初めからやるかい。親父。ああ、何や。本当に俺たち真島建設なんて会社やっていくんすか。カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんてノウハウもない俺らじゃ無理ですよ。アホか。ノウハウがない。何弱気のこと言うとるや。そんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないやろ。いや、だから務まらないんじゃないかって話なんですけど。この程度の仕事ネットで調べてとっとと建設や。そんな。ええか、今日からわしらの新しい人生が始まるんや。極道ではなく肩にとして不眠不休で働けや。文句を言うやつは給料抜きや。いや、ぶち殺したるで。ブラック企業だ。パスポート。これ誠さん宛てで店に届いてたんです。送り主が書いてないんですけど、常連さんからですかね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて、もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。もう20年ぐらいかな。ずっと大事に使ってるんです。どうした誠、眠れなかったのか。ううん、大丈夫。
うすぐ新しい生活が始まるんだね。心残りでもあるのか？